小野さん、これとかどうでしょうか。あ、それは一回置いとくとして。これ似合うんじゃない。おー、さすがです。これなら早見さんも来た。そうじゃなくて、三井君に。うん、絶対似合うと思う。来て。あ、いや、自分はお金も。金も時間も自由に使えんでしょ。じゃあ配属祝いってことで。あ、いや、そんな。それにおしゃれに興味を持ってもらうのも教育のうちだから。はい、来て。あ、いや、持つ。はい、行く。あ、はい。うん、いいね。いいね。ちょっとこっち。うん、こうかな。おー、これまたいい。スタイルいいから何でも似合うね。めちゃめちゃ恥ずかしいです。どれもすっごいイケてるよ。でも22でおしゃれ始めるとか遅くないですか。何言ってんの、遅いとかないから。ですかね。もうさ、ここまで来たら行っちゃうか。え、あの、どうですか。小野さん、めちゃくちゃいい。何この子、ここまで逸材だったの。やばいよ、目の保養だよ。みんな見てるよ、これもう目薬振りまいてるようなもんだよ。歩く目薬スプリンクラーだよ。小野さん、ごめん、一軒寄らないといけなくて、先に戻っててくれる。あ、はい。みんなには私に買ってもらったって言わないでね。若者の着せ替えに課金した痛いババアだと思われちゃうから。まあ事実そうなんだけど。そんな。じゃあ後で。はい、ありがとうございました。ではお先に。小野さん。